最近ゼロカーボン、脱炭素という言葉を耳にしませんか？これらは地球温暖化の原因とされる二酸化炭素などの温室効果ガスを実質ゼロにすることを意味しています。でも具体的に何をすればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。今回はなぜ今ゼロカーボンなのか、私たちには何ができるのかをご紹介します。近年国内のいろいろなところで大規模な自然災害が発生しています。これは地球温暖化が原因の一つと言われており、温暖化がもっと進むと今後このような災害が起こる頻度や規模などが大きくなることが予想されます。地球温暖化対策は私たち一人一人が向き合わなければならない大切な課題なのです。2015年にパリ協定が採択され、ゼロカーボンが注目されるきっかけとなりました。パリ協定とは世界共通の地球温暖化対策の枠組みのことで、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて2度未満に抑えよう、将来的には温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスをとってプラスマイナスゼロにしようといった目標が掲げられました。つまり地球温暖化を止めるために全世界みんなで同じ目標に向かって頑張ろうと決めたんですね。2020年10月、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言。これに続いて2022年3月、日立市もゼロカーボンシティ日立を表明しました。カーボンニュートラルやゼロカーボン、脱炭素などはすべて地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を全体としてゼロにしようという取り組みを示す同じ意味の言葉です。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの発生は私たちが生活する上で避けることはできません。一方で植林など管理された森林が二酸化炭素を吸収したり、二酸化炭素を回収して有効利用することで温室効果ガスを減らすこともできます。全体としてゼロとは、私たちが排出した温室効果ガスの量と吸収したり回収された温室効果ガスの量を同じにして、実質的に温室効果ガスの排出をゼロにしようということなんです。今ではこの実現に向けて140以上の国と地域が2050年カーボンニュートラルという目標を掲げているんですよ。企業や工場で CO2 の排出量を抑えることはもちろんですが、私たちが CO2 の排出を抑えることも大切です。実は普段の生活の中でも小さな行動で CO2 を減らすことができるんです。ちょっとちゃんと水止めなさい。あ、ごめんごめん、忘れてた。もう全く。水を大切にするのもゼロカーボンの取り組みになるんだよ。水とゼロカーボンって関係あるの？水道水を作ってここまで運んで使った水を処理するには電気が欠かせないよね。この過程で CO2 が排出されるんだよ。なるほど。こまめに水を止めたり節水シャワーヘッドに変えたり、無駄な水を減らすことが大切だね。家庭の水の使用量を2割減らせばCO2 の排出量をなんと1年間で11キロも減らせるんだよ。すごい。けど CO2 11キロってどのくらい？いい質問だね。 CO2 は1キロでこのペットボトル約1000本になるんだ。だから11キロだと1万本を超えるね。すごい。だから節電ももちろん大切。ほらそこ。
見てないテレビも保温機能も電気を使ってるわね。いいね。他にもエアコンの設定温度を変えたり、使う時間を短くしたり、差しっぱなしの電源プラグを抜くだけでも節電になるんだ。そもそも家電をエコなものに買い替えちゃうっていうのも一つの手ね。そうだね。今は省エネマークっていうのがあるから、この家電を使ったら1年間でどのくらい電気を使うかが分かるようになっているんだ。家電そのものの値段じゃなく消費電力もよく見なきゃ。新旧さんっていうサイトでは10年前の家電と今の家電の消費電力の差が見られるんだよ。エコなものは家電だけじゃなくて身の回りのいろんなところにあるんだ。エコマークって言ってね。あ、知ってる。これとか。そう、資源の再利用でできているものとか、再利用しやすくできているものとか、いろんなものについているから、物を買うときには一つの参考にしてほしいな。そういえば私、服が欲しいんだけど。またいっぱいお洋服あるでしょ。買ってきてない服もあるし。それはいけないな。服も大切に長く使うことが大切なんだよ。1年間に買う服の量をおよそ4分の1にするとこんなに CO2 が減らせるんだ。買っちゃいけないとはもちろん言わないけど、本当に着るかな、長く着られるかなってよく考えてから買うようにしたいよね。着なくなった服もすぐに捨てちゃうんじゃなくてリサイクルできるといいのかな。そうだね。古着屋にリサイクルに出したり、フリーマーケットに出すといいね。そういえば今度近所でフリーマーケットをやるみたい。行ってみようかしら。あ、そろそろ買い物に行かなくっちゃ。お腹すいた。よし、じゃあ今日はみんなで歩いてスーパーに行こう。おう。交通手段を車からバスや電車、徒歩に変えると CO2 の削減になるよ。通勤はもちろんだけど、家の近くへの買い物やお出かけも変えられるといいね。毎日じゃなくこの曜日だけって決めるのもいいし、車じゃなきゃって人は発車するとき5秒間で時速20キロまで加速することを目安にするふんわりアクセルを心がけるだけで CO2 削減になるんだ。歩きならお父さんは運動にもなって一石二鳥ね。そうだね。値段は変わらないけどどっちを買おうかしら。そういう時は地元のものを選ぶといいよ。地元のものだと CO2 が減るの？そうだね。生産地から販売場所まで距離が遠いほど運ぶのに時間がかかって燃料を使うよね。確かに運ぶことって考えてなかった。鮮度もいいし地元のものがいいわね。新鮮な地元の食材も買えたし、帰ってお昼にしましょう。わーい。残さず食べることも大事なポイント。食品ロスは今とても問題になっているね。食べ物も大切にしないとね。ごちそうさまでした。さて、今日は身近にできるゼロカーボンの取り組みを紹介してきたけど、これらを続けるとなんと1年間でおよそ1900キロの CO2 が減らせるよ。すごい。このペットボトルだとだいたい190万本を超えるね。まっすぐ積み上げたらおよそ400キロ、宇宙ステーションにまで届いちゃう高さだよ。ゼロカーボンの取り組みは節約にもなるし、家計にも地球にも優しくて一石二鳥だわ。毎日コツコツ続けることが大切だね。他にも身近にできることはあるかな。
参考にできるのはこのゼロカーボンアクション30。いろんなアクションが載っているから、ぜひたくさんの人に見てできることから実践してほしいな。ゼロカーボンの取り組みはできることからコツコツと長く続けることが大切です。皆さんもぜひこのゼロカーボンアクション30を参考にゼロカーボンに取り組んでみませんか？